はい、ラピッ TV です。ついに OPPO Reno 3A を購入しました。早速ね、こちら開封していきたいと思います。今到着したばかりです。 6GB のメモリー、そして 128GB のストレージとなります。こういった箱に入ってきます。 Reno 3A、 楽天で購入いたしました。早速開封です。まずここ開けますね。はい、まあいつ携帯を開けるときはいつもねドキドキしますよね。こんな感じで迷いに迷ってね、今度はこの OPPO Reno 3A、 トータル的に優れたコスパ最高のね携帯なんで気に入って購入しました。何がいいかと言いますとね、こういう風に最初からね専用の保護カバーが入ってきますね。これは嬉しいです。まずこれが1点ですね。こういう風に入ってきます。そして各種説明書もろもろ入っております。これ SIM ピンですね。こういったものが入ってます。で、こちらが本体です。これから買おうかなという方は、ぜひ見てください。内容物、はい、今一気に出しましたけど、まずこちらがアダプターです。もう皆さんね、他の方やってるんで、詳しくは言いません。アダプターが入っております。そして、イヤホンです。そして、タイプ C の充電ケーブル。こういう風に入ってきております。これが内容物です。そして、これが本体となります。こんな感じですね。ホワイトを購入しました。非常にいいですね。もう買って正解でした。まあ、4万円台のスマホとしては、トータルバランスが優れたお財布携帯もついた4眼のカメラ、4800万画素。そして内カメは1600万画素の OPPO Reno 3A 開封しました。こういった感じでね、今からこちら剥ぎ取って楽天の SIM に今後交換していきたいと思います。その後またこの動画を見せたいと思います。はい、剥ぎました。こういった感じです。じっくり見せます。この反射。ここが好きなんですよね。白というよりほとんどこの辺はブルーですよね。はい、白を買って正解でした。こんな感じです。カメラの部分です。はい、横です。はい、こういった感じで今から SIM を挿して続きます。どうぞ。元の携帯全本レーザーから SIM ピンで SIM を取り出します。こんな感じですね。はい、こちらを OPPO Reno 3A に差し替えていきたいと思います。はい、OPPO Reno 3A 初期設定が完了しました。こんな感じで大型画面 6.44 インチでフル HD プラス有機 EL ディスプレイですね。非常にディスプレイは明るくて、これ最低の明るさにしてこれですね。非常に明るい、見やすいものとなっております。見てくれたらわかると思います。これです。有機 EL ディスプレイ、フル HD、ゴリラガラスの5が使われております。ガラス面。で、こちら驚くことにね、最初からフィルムが貼られてますんで、安心して購入できました。余計なお金がかかりません。それと、こちらの透明ケースまで入っておりました。専用の透明ケース、純正品なんで、ぴったりともちろん合います。こんな感じで、後ろ側ですね。そして、こちら、6GB メモリーの 128GB、マルチタスクもストレージも余裕でこなすと、いったものです。また、
防水防塵で IP68 対応、水濡れを気にせず安心して使えるといったものです。またお財布携帯対応で長時間使えるバッテリー 4025mAh 急速充電クイックチャージ対応、余裕の長時間使えるバッテリーということです。インカメラも綺麗な、インカメラは1600万画素。そしてウルトラナイトモード搭載ですね。そしてアウトカメラの最大は一番上かな、4800万画素。高画質だから細部までくっきり映し出すことができます。また 4K 対応となっております。119度の超広角撮影も可能で、電子式手ブレ補正で安定した動画撮影もできます。この余裕で撮れる4眼カメラが特徴ですね。私はホワイトを買いましたけど、ホワイトというより半分下の方はね、グラデーションがかかったこんな感じの、夏にはぴったりの薄い色が変わるレインボー調のものですね。非常に気に入りました。はい、余裕が進化したスマホ、超広角レンズも搭載、4眼カメラで急速充電対応、 4025mAh のバッテリー内蔵で非常に使いやすい、買ってよかったですね。はい、これから買いたいなという方もぜひ顔認証ですぐにログインすることができます。また指紋認証もこの携帯の中に入って、この位置に触ると指紋認証で入ることができます。はい、今顔認証で入りました。こんな感じです。このバッグのね、こういった壁紙も自由に選ぶことができますので、買いたいなという方はぜひこちらを参考にして購入してみてはいかがでしょうか。お財布携帯もついて、すべて標準的な性能を誇ります OPPO Reno 3A、 おすすめかと思います。ゲームとかね、 3D のゲームとかする方には向いてないかもしれませんけど、通常使いにはトータルバランスが優れた OPPO Reno 3A となります。そういったわけで今日は開封編お見せしました。ではまたです。さよなら。